イズさん、新しい章へ行きましょう。朝からどうしたんだい、創造師。なあ、神様。はあ、嫌な夢でも見たのかい？はい、ある意味悪夢です。慣れない読書をしたせいじゃないかい？一体どんな話の本を読んだんだ？読んだのは魔法の入門書です。昨日そう言ったじゃないですか。ああ、そうだったね。で、これは本がどうかしました？これグリモアじゃないか。グリモア？何ですかそれ。簡単に言っちゃうと、読むだけで資質に応じた魔法が発現する本。まさに魔導書さ。これ一体どこで手に入れたんだい？酒場で借りたんです。誰かの忘れ物だから読んでみればって。誰かの忘れ物？どうかしたんですか神様。グリモアっていうのはね、ベル君、誰かが一度読んだらそれっきり効力が消えるものなんだよ。え、本当だ。真っ白、中、髪、真っ白。謝って、弁償しないと。無理だ。魔導書が一体いくらすると思ってるんだい？おいくらでしょう。ヘファイストスファミリアの一級品装備と同等、あるいはそれ以上だぞ。すみません。ベルさん、それは大変なことをしてしまいましたね。テシエラさん、どうして一言みたいに言ってるんですか。やっぱりダメですか。すっごく可愛いですけどダメです。え、確かにグリモアだね。でも、あ、読んでまったもんは仕方ない。坊主、気にするのはよしな。でも、こんな代物をどうぞ読んでくださいとばかりに置いていくやつが悪いんだ。しかしですね。ああ、何か言いたいことでもあるのか。ダンジョン行ってきます。時の やっぱりあの時のガキか。ああ、なんだよその目は。あなたこそ何ですか。まあいい。おいガキ、お前あの時のチビとつるんでんだろ。ごまかしたって無駄だぜ。あいつとダンジョンに入っていくところを何度も見てるんだからな。人違いですよ。僕がサポーターを頼んでいるのは、あなたが追いかけていたパルームの子じゃありません。バカ。でも納得だ。お前みたいに頭がお花畑のやつは、あいつにとっていいかもだぜ。
それよりもお前、俺に協力しろ。あのチビをはめるんだ。ただとは言わねえよ。報酬は払ってやるし、あれから金を巻き上げたら分け前もくれてやる。お前はいつもを装ってあのチビとダンジョンへ潜ればいい。あとは適当に分かれてあいつを孤立させろ。その後は俺がやる。リリに何をする気ですか。ああうるせえよ。てめえは素直に入ってうなずけばいいんだ。それによく考えろ。あれはただのサポーターだぜ。大して役に立たねえ能なしだ。いなくなっても代わりなんざいくらでもいる。絞れるだけ絞ってあとは捨てちまえばいい。嫌だ、絶対に嫌だ。チッ、このクソガキが。後で後悔しやがれ。ベル様。あ、リリ、いつからそこに。ちょうど今ですけど。それよりも、あの冒険者様と何を話していらしたんですか。なんでもないわ。それよりも行こう。何か言った？いえ、何も。はい、リリはどうも悪い冒険者に狙われているみたいなんです。少しの間でもかくまってあげられれば。ベル君、君のそのサポーター君は
本当に信用に足る人物なのかい？ごめんよ、あえて嫌なことを言ってる。今までの君の話を聞く限り、そのサポーター君はどうも気な臭いんだ。考えてみてくれ、君は本当にナイフをなくしたのか？冒険者が言っていた件もそうだ。彼女は君に何かを隠している。君も分かっていたんじゃないか？どうするんだい、ベル君。神様、僕は者が冒険者？何その質問。深い意味はないんです。ただそういうことってあるのかなって。ふーん、まあそうだね。少しでも頭の働く冒険者なら人目のつく場所でそんなことはしないと思う。何か事件を起こしてギルドのブラックリストに載ったりしたらオラリオに行きにくくなるもん。そうなんですか。ブラックリストに載ったら間違いなく冒険者登録を抹消される。そうなったら魔石やドロップアイテムを買い取ってもらえなくなる。そこから連鎖的にファミリアの脱退、神様に切り捨てられるという事態に発展しかねないの。ベル様、まあ、リリー、おはよう。おはようございます。まさかこんな時間にベル様がいるなんて、リリはリリの目を疑ってしまいました。そうだね、どんな時でもリリは僕よりも早く来てたし。ベル様、今日は10階層まで行ってみませんか？10階層？ベル様の実力なら大丈夫です。でも7階層でもリリーの助けがないとまだ危ないし、それに10階層からは。そうだけど、ベル様ならなれます。11階層まで降りたことのあるリリが保証しますよ。でも大型級のモンスターはどうするの？それでしたらこの武器をどうぞ。バゼラード。これでしたら探検の最大の欠点であるリーチを補えます。わかった、借りておけよ。でもどうやって帯同しよう。いつもお使いになってるナイフをレッグホルスターにしまわれたらどうですか？うん、そうだね。ベル様、リリの提案を聞いて
ていただいてありがとうございます。リリはベル様のサポーターになれて本当に幸運でした。ええ、本当に。ここが十階層。ベル様、ぼーっとしてる余裕はありませんよ。逃げてはいけませんよ、ベル様。そうだよね。オークを倒せないようじゃこの先のモンスターは一生攻略できない。ベル様、来ます。リリ、下がって。リリー、ここは危ない。一旦旧階層に戻ろう。リリ様、最後のプレゼント。これってモンスターをおびき寄せるための血肉。リリー、僕にはまだこんな数の多くに対処できないよ。どこまでも人のいいベル様、ここまで来てまだリリを疑わないんですか。ごめんなさい、ベル様。もうここまでなの。リリ、何言ってんの。このナイフをいただいてきます。それは神様からもらった。待って、リリー、リリは嫌いだ。憎くもある。リリにとって冒険者は弱者から搾取する悪人でしかない。ファミリアの一部の構成員からは何かと難癖をつけられて金品を搾取され続けた。冒険者からはただ働きを強要された。その能力を使って冒険者を騙し、自由のためファミリアを抜けるために冒険者相手の賊を続けた。冒険者はみんな同じ。それはベル様だって。よう、待ってたぜ。このクソパルムが！
リリー、大丈夫？どうやってここまで。
いや、あの後は他の冒険者が来たみたいでさ、霧でよく見えなかったんだけど、周りからオークがいなくなっちゃって、それですぐ追ってこれたんだ。間に合ってよかったよ。どうして？リリー、どうしてですか？どうしてリリーを助けたんですか？どうしてベル様はリリーを見捨てないんですか？まさかご自分が騙されたことに気がついていないんですか？リリがベル様を驚かそうとしてナイフを持っていったとでも思っているんですか？ベル様って何なんですか？バカなんですか？間抜けなんですか？救いようのないアホなんですか？リリ落ち着いて。無理です！ベル様は何にも気づいてない。リリは監禁の際にお金をちょろまかしていました。ベル様とリリの分け前は半々ではなく4落です。調子に乗って37にした時だってありました。アイテムのお使いを頼まれた時も定価の倍以上の料金を吹っかけました。盗む食事も湧かない装備品やアイテムのしょぼさに失望したことなんて数えきれません。陰で悪口を言ったことだってあります。これで分かりましたか？リリは悪いやつです。盗っ人です。ベル様に嘘ばかりつく最低のバレーフです。それでもベル様はリリを助けるんですか？うん。女の子だから。バカ！ペル様のバカ！ペル様は女性の方だったら誰でも助けるんですか？信じられません！最低です！ペル様のスケコマジ女ったらしい、スケベ女の定義！じゃあ、リリだからだよ。僕、リリだから助けたかったんだ。リリだからいなくなってほしくなかったんだ。理由なんて見つけられないよ。リリを助けるのに、リリを助けることに、理由なんて。リリ、困ってることがあったら相談してよ。僕バカだから言ってくれないとわからないんだ。ちゃんと助けるから。すみません、エイナさん。プロテクターなくしちゃいました。いいよ、ベル君が無事なら。それでどうするの？
サポーターさん、サポーターさん、冒険者を探していませんか？混乱しているんですか？でも今の状況は簡単ですよ。サポーターさんの手を借りたい半人前の冒険者が自分を売り込みに来ているんです。ベル様、また僕と一緒にダンジョンに潜ってくれないかな、リリー。ゲームデータをセーブしますか？